2本の殺虫剤を駆使しオオスズメバチに挑むのは愛知県のスズメバチハンター村松克也さん69歳。これまでもこのスタイルで多くのスズメバチの巣を駆除してきた。今年も市役所からの駆除依頼が殺到しているということで、我々は村松さんの元へと向かった。はい、こんにちは。村松さんですか？はい、村松です。服部名人になって45年こういう蜂を取っております、村松です。よろしく。この日村松さんが駆除に向かったのはお寺のトイレ。あるある、すごいわ。ヘミスズメで面白い巣だね。すごい形がいいね。天井裏に作られていたのはヒメスズメバチの巣。すると村松さんは、はい、行きますよ、すぐさま殺虫剤を噴射。よし、これでいいな。あっという間に駆除は終了。はい、取れました。巣は4層にもなる巨大なものであったが、スズメバチの姿はなかった。一体なぜ？もう昨日外のあれで出るように。実は村松さんは駆除する2日前からスズメバチが出入りする場所にある仕掛けをしていたのだ。この粘着は何でできてるんですか？これはゴムのりみたいなのりで、ネズミを取る仕掛けのネズミのぺったんこっていうのを利用してますが。ネズミ取りを利用して事前にスズメバチの数を減らしていた名人。長年培ってきた知恵と経験。以前は防護服を着て巣を駆除していたが、動きやすさを重視しこのスタイルになったという村松さん。この技術が認められ、市からの依頼などでこれまで7000個もの巣を駆除してきたという。次の駆除現場でも玄関の真上にできた黄色スズメバチの巣を長い虫取り網を巧みにしならせ駆除してみせる村松さん。そして名人の駆除後のお楽しみ、それは蜂の子を食べること。種類によって味とか違うんですか？味はその蜂によって、大スズメはまた大味で特にいい味になる。この日は自ら大スズメバチの巣を探すということで同行すると、突然虹が発生するほどの謎の液体を吹き始めた村松さん。これは前に動いて、はい、で他の蜂が寄ってくるで、そうするとこれを見つけるで、こうするとこう飛ぶようになる。切り吹きしていたのは蜂蜜。この蜜を吸いに来た蜂が巣に帰るところを追いかけるのだというのだが、残念ながら今回は巣を発見するまでには至らなかった。翌朝、スタッフたちは防護服を着込む。現場へと向かう村松さんの手には粘着剤がたっぷりついたネズミのぺったんこが。うん、そこそこ、ここ今仕掛けるぞ。まずはこの仕掛けを巣の近くに設置。この穴の下に巣があるという。しかしすぐには手を出さず、周囲を飛び交う蜂の駆除から始める。2本の殺虫剤を噴射する村松さん。もう警戒しとるで、どんどん入ってとるで、もうどんどん出とるで、今こっちで飛び交う蜂を確実に駆除していく村松さん。この後少しずつ巣に近づき一網打尽にする作戦だ。しかし予想以上に数が多い。するとついに武器である殺虫剤が。切れた。すかさずもう一本取り出すが、こちらの殺虫剤もなんと殺虫剤をほとんど使い切ってしまった。その隙に数匹のオオスズメバチが村松さんめがけ襲ってきた。
さんの胸元にオオスズメバチが。必死で振り払おうとする村松さん。しかしオオスズメバチは容赦なく村松さんに襲いかかる。やばいやばいやばい。今度は手元にあった虫取り網で蜂の攻撃を逃れ、もしもの時にと用意していた上着を着始める村松さん。これで危機を回避。すぐ掘り出すもんでね、まあ、これからちょっと液が足りるもんで今寄って買ってこうかと思って、これが足らんで今帰ってきた方がいいな。すると名人は残ったわずかな殺虫剤を使いながら一旦現場を後に。そして向かった先は薬局。これはまあないかね。出てる分だけになるんです。出てるだけしかないでば。間に合わんのこんなで。これまあもらってくけど。その後町中の薬局を駆け回り、計29本の殺虫剤を買い集めた村松さん。戦いは第2ラウンドへ。ネズミのぺったんこに張り付いていた蜂に殺虫剤を吹きつける。この深いよ、この穴が方だね。そして細心の注意を払いながら土の中の巣に殺虫剤を噴射する。スコップで穴を掘り始めて10分。これ元分かるだな。これこれ。ついにオオスズメバチの巣を発見。あとは巣を丁寧に取り出し、これで無事駆除は終了。あ、これで終わったな。やれやれ。終わった終わった。巣は6段にもなる巨大なものだった。面白い。疲れが吹っ飛んだよな。名人だからこその駆除方法。一般の人がスズメバチを発見しても決して近づいてはいけない。